えー、私ねあの上田さんのファンだったんですよ上田さんのことが好きだったんですねで上田さんってあのずっとあの違うことゴルフでやってて私上田さん応援してたんですけどなかなかやってくれなくてそれで私も上田さんがそのまま引退しちゃうっていうから私この打ち方やってから引退してくださいっていうことで、えー、上田桃子さんにあまりにスイングを全部書いてお渡しいたしましたね で次の日からアマりにスイングやってくれていてでその指の台本っていうのはこの弾道を作ってるんですね私がでその弾道に上田桃子さんになってそのまんまゴルフをやってくれていますんですねだから上田さん今アマリンスイングで、えー、緩いドローボールを打っているんですね、えー、ところいうことですこれは文章で教えるからこうなるんですね あのアマリンスイングの基本的な部分やってほしいからね。それでその基本的な部分を教えてない人がいますね。で、これですね。えっとイナミモネちゃん。でこれはあのアマリンスライドから始まって、えー、小学校の時に、えー、私があの教えたんですね。トミングルフでこれがあのアマリンスライドのテイクバックを教えています。で、打ち方はそのまま 打って風への絡み方絡ませ方は指を外してあのやらせてましたけどでも今はそのまんまアマリングリップでこう左右の手を振ってやるんでねこのスイング見てください。うわすごい。ということでこれがアマリンフェードなんですよ。でこれはその指のね えー、入れ替えをね強くねあのスンってね何ていうの,あのフォロースルーでねあのこうクッてこう指の位置入れ替えるのをしないのねで考えてみたらそれ教えてないもんねモネさんにはねであまりにスライドと、えー、で今あまりインパクトとかそういうのやってるから。 で僕も今はあのクラブ飛ぶしフェードの方が安全だから大体こういう打靴よねだからあんまりあの上田さんがやっているドローの,あの指の入れ替えは私やってないんですねでもあああの最近はねであれ難しいんですけどあれの方があの、うん、ショットの精度は いいと思うただあの風に絡ませる時はあこっちの方がいいような気もするけど一緒だねだからあのうんどうだろうねだからやっぱりねあのそれがあったのねそれでもう一人いるのね古江彩佳さんで私の記憶が確かならこの古江さんのスイングはあの 古江さんそのものだったんで,で古江さんは私の記憶を書た方と,かだとあ,のあまりにスライドをやできないかったのねでぎこちなかったので今あまりにスライドになってこんだけ正確になっちゃったのもともと腕を畳むのが甘いとかあーちょっとポイントが後ろだったのを直してくれたのだからこのスイングになったのねこれ見てねはい。 でフルエあまりングリップを編み出したよねすごいよねあの私の動画で F あまりングリップっていうのはそうなんですけどあまりん F グリップかな、うん、でこれあのこれはそのなんていうのかなだからスク,スクエアスクエアスクエアに打つのね古エさんのはでもあまりんパンチもあんまり 使使っっててのかな、うん、使ってるね、だけどすごいだ,よ、ね、だからまあ弾はほらこれ多分まっすぐだと思うんだけどでもちょっとフェードの感じですけどね登る時にこれが、まあ、クラブにもシャフトにもよるんだけどプレイスター,サーののがやっぱり理想だよね。 ゴルファーのね、この球を打ちたいなっていうのがあるもんね。ということであのこの3人が何でそういうあまりにスイングになっちゃったかっていうと基本的におおお教えたことを一緒のあまりにスライドなんですけどおそっからあの後のところがじゃそう私もよく言われるのはさんフェードとか。 あれって何だろうとか僕まっすぐ打つ音してるんだけどねだからまっすぐ打つんだけどどっちかにあの曲がる球のあでもそれはクラブだと思うシャフトだと思うよってシャフト変えるとだって曲がんなくなるもんでだからねシャフトの性質だと思いますけどねあのドローとかストライスペェードっていうのはねあのー そうじゃないって言ってもそうだよねどう考えてもねなんかまっすぐ打つことができるクラブっていうのは優秀なんだけどでも逆に飛ばなかったりするよねまっすぐねなんかあの風に取られないのは重たいクラブで硬いクラブなんだよねでそういうのを使ってたこともあるんだけどだからねまあまりにスイングをどういう経緯で順番にやっていくかっていうことによって この3つとそれから渋野さんのね、えー、渋野さんのあまりにスイングがこう一番私に近いよねだから私の打ってる写真をコピーしちゃったんだねあれね渋野さんはねだって渋野さん時期にじに会って教えてないもんだのに一番私に近いあまりにスイングだからこれが面白いよねだからみんな経緯があるのよこういうスイングになったっていうそれぞれのねであの 自分のコーチとかにゆっくり振れだとかあの手浮かすなだとかでたらめだなって変えちゃっても変えられなかっただろうねだって手浮かせたらあまりゆ弓動きできないもんだからでまあ渋野さんなんかが見て一番自分でも研究してであまりあまりにロンドンバシー・スイングみたいな やってたりするのが一番ねあのうまいんですね。なんかあの面白いなと思ってね。でアプローチはねそのあまりにウェイトリターンみんな一緒なんだよね。でその中でその稲見萌音さんのあのバリバリが一番あのラフのアプローチが一番すごいねと思って見てんだけど。<laughs> しかし面白いねこれね。だ木下子さんなんかもあのアプローチちょっとあまりに えー、アビコはやらない時多い多んですねであの自分のあれでの面を直接ぶつけてカツンって転がしたりあのもっと難しい我孫子式をやるわけねそれで失敗するのよでそういう面倒くさい我孫子式の,あの難しいアプローチをやらないのがこの3人だと思うのね。 やららなないいからミスしないのね <laughs> だから日本の男子プロなは間違ってるわけその間違ったぶっつけを渋子さんたまにやってるのねで成功してんだけど失敗するからその分スコア落としちゃうんだと思うだからみんなに言うけどあまりにだけやってんのが一番スコアになるよこういうプロのツアーではあまり以外はゴルフじゃないと思ってねなんかじゃあ,あんた あんただってやってたじゃないって言われるけどそうなんだよ私も飽きちゃうとそのアビコ式転がしとかねやったりするんですよ今日は寄らないなとかうー思ってやっちゃうのねでもそれであの1回ミスすればあいいことないなって一段が減るからねだからねあのまああまりアビコ以外やらないことがおすすめだと思うよパッティングも一方通行でいいのよね 誰だっけなこの前、上からのパッティング入れてたけどね、あのあまりあのまっすぐ転がすね、逆、トー,トーアップからダウンしていく打ち方で、うまく入れてたけど、あれ危険だからね、あ,のあんまでもやりたくないんだね、私もね、上からこう転がすときに曲がり減った方がいいからね、うん、しょうがないねだから それはその時のケースバイケースであこれカップル中だから外だからっていうんで変わってくるでしょうね中だったらやる必要ないからねだら狙いが外になるとそれでなるべく曲がらないように打つしかないなっていう感じであの傾斜に対してね曲がりを少なくすると上から入ってくるからね何言ってるか分かんないでしょこううんでもこの4人は分かってると思うよ今の説明でこれがあまりゴルフ スインング、グアプローチ、パッティングなのねであまりん、うん、あれだねあの体重リターンとあのドライバーがね混ざってくると思うんだよね混ざってくると腰引くからだから稲見萌寧、ね、ちゃんっぽくなっちゃうのかなそうするとだけどドライバーでやると腰壊すのが原因かなだからドライバーはやっぱりクローズスタンスでいいと思うね。だよね フェードとかじゃ何なのっていうフェードでもまっすぐでもどっちでもそれは球はいいのよだけどクローズスタンスで打たない肩深く入れるとやっぱりフェードになってするよねすごいパンチインパクトですごい勢いで振るからもう本当親の敵みたいにモネちゃんを打ってくれるからねあの素晴らしいんだけどあ,あねあんなにまあみんな などういう経緯でああいうアマリンスイングになったのかっていうのが違いがよく分かるんで面白いんでこうやって解説させていただきました。皆さんどううもありがとうございますで渋野さんのスイングすごいあれあ私のスイングと本当ににリフでやってるから彼女は八幡信仰の覇者だと言っていいでしょう。はい、以上です